い、どうも、皆さん、こんにちは。新呪文が出て、もうテンションが上がりすぎて、通報されてしまいそうなぐらいのテンションになっております。くるるるはっはっは。けーす、けーです。ぽーということで、アップデートプレビュー第2弾ですね。今回は、なんとよ、新闇呪文が出ました。それが、こちら。はい、コウモリの呪文。いやもうね、闇呪文ほんと出るの久しぶりですよね。スキルトの呪文が出たのっていつだろう。もう紀元前ぐらいに出て、もうそっから全然出てなかったんですよね。で、今回はですね、こちらのコウモリの呪文、果たしてどういった能力なのかっていうのね、気になる人めちゃくちゃいると思いますので、今回はですね、こちらのコウモリの呪文、こいつのね、性能を今から皆さんにお見せしたいなと思います。はい。じゃあね、今からね、コウモリの呪文、こいつのね、性能ね、お見せしますが、これはですね、コウモリの呪文なんで、はい、落とすとなんとびっくり。コウモリが、ちょびちょびとスケルトンの呪文の、こう、飛行バージョンみたいな感じですよね。今まで大工の拠点で、ダークネクロっていうのがね、今までいて、コウモリを生成したんですが、それがなんと、昼の、通常の村の方にも、やってくるという、そういった形になっております。で、コウモリの呪文ですね。大工の拠点の方のコウモリと違うのはですね、なんとですね、びっくり。ここにコウモリの呪文出すんですけども、はい。資源施設には向かわずに、これ優先攻撃目標が、防衛施設なんですよ。これがね、大工の拠点の方の、コウモリたちと違って、ね、こういう風にガンガン資源施設無視してって、で、クロスボウに食らいついていくの。これわかりますかね？こっちもはい。こういう風にですね、たくさんですね、コウモリが寄ってたかって、クロスボウ、いや、強いな、こう、たくさん出すとね、攻撃速度の速いテスラとかも壊していって、はい、テスラにしゃぶりついていて、クロスボーンをあっという間に壊していって、で、防衛施設を壊し終えると、ようやく他の施設に向かってきたわ。で、ここでちょっとテスラが出てきたんでね、テスラに向かってますが、いや、これね、数でご利用して、こういう風に壊していくと、はい、やっと防衛施設を壊し終えた段階で、コウモリたちがね、資源施設に向かっていくっていうのが、わかると思います。はい。じゃあ、コウモリの呪文を好きなところに出して、トラップ解除もできるから、めちゃくちゃ強えんじゃねって思う人いるかもしれませんが、皆さん、これにはね、ご注意ください。なんとですね、まあ、バルーンとかだったら、はい、対空トラップ、これ出てきますよね。で、出てくるんだけど、これね、コウモリの呪文で、じゃあやってみますよ。はい、さっきトラップがね、出てきた場所、ここにですね、はい、コウモリの呪文を落とすと、コウモリはですね、トラップを解除しません。だからね、こう、秘書圏の攻めて、あそこに対空爆弾がある、ホーミングがあるからって言ってね、こう、コウモリの呪文を落とすとトラップ解除しないんで、この点については、ご注意ください。ガーゴイルがホーミング、ガーゴイルでホーミング起動しないみたいな、そんな感じですよね。だからバルーンとか使っていって、で、トラップを解除していくみたいな、そういう感じとなっております。だからここら辺とかも、どうなるんだこれ。対空爆弾が、こう出てくる。あ、出てこないか。ね、スケルトンランとかも、対空のスケトラさ、結構あったりするじゃないですか。結構あってさ、嫌な配置になってたりするんですけども、ちょっと待って、対空スケトラ。あ、出てきたね。これで対空スケトラがようやく出てきて、で、対空スケトラ出てきたら、とりあえず、コウモリを追いかけます。なのでね、本当に、一応、出てきたら、一応追いかけるんだけど、ただ、コウモリだけでは、こう、対空のスケトラをね、起動していかないっていうのが、わかりますよね。一生懸命これ攻撃してて、ちょっと面白い。一生懸命追いかけっこしてる。追いかけっこしてって。全然速さに追いついてない。忙しそう。忙しそう。待って、みたいな。待って、コウモリちゃん待って、俺も攻撃させて、みたいな。そんな感じになってますね。いや、面白い。で、ここでようやく、はい、対空スケトラ対、コウモリの形になっていきました。だからね、コウモリの呪文ではね、トラップは起動していかないっていうのが分かりましたよね。おい、ゲイスキのクソ野郎、じゃあ、だったら、コウモリの呪文で援軍釣り出すことはできるのかっていう、人いると思いますんでね、ちょっと、やってみましょう。まずはですね、似たような呪文、スケルトンの呪文。スケルトンの呪文だと、はい、このドラゴンの巣からね、超巨大ドラゴンっていう縁が入ってるんですが、援軍は出てきません。じゃあ、コウモリの呪文はどうなのか。これはね、今がやっていきますが、さあ、落とすと、はい、コウモリもね、なんと、援軍釣り出さないんですよね。まあ、そりゃそうですよね。呪文一枠で、
援軍釣り出しちゃったら今までの援軍釣りの苦労何なんだっていう話になってしまうので、なのでね、さすがにね、このコウモリの呪文では援軍を釣り出すことができません。なのでね、まあ、スキルトの呪文みたいに、じゃあクランジを壊せるのかって言ったら、まあ、コウモリの呪文は防衛施設とは、に対して優先攻撃目標を持っているので、スキルトの呪文みたいにアチャック処理とか、あとはね、クランジを壊して援軍を出させないみたいな、そういった使い方はね、できないんで、また違った使い方、これをね、模索していく必要があるかなとは思います。で、この呪文何にね、どんな配置に刺さるかなってね、ちょっと考えたんですけども、結構配置、対空砲偏り配置って言って、こうなんか対空砲をね、こう偏らせてて、あとは大砲があるみたいな、そういった区画に対してね、強いんじゃないかなってちょっとね、思ったんで、ちょっとやってみましょうか。まあ、とりあえず、まあ、5発ぐらい、あ、6発ぐらい、7発ぐらい落としちゃった。まあ、とりあえずたくさんコウモリが出るんで、こういう風にね、対空砲だけしかないような、そういった配置に対してはもう数のご利用しでいけちゃうんじゃねえかなって、ちょっと思ってますね。で、こっからね、あ、なんか面白いの。なんか面白い。マルチニベルのタワーに対してはね、弱いんですけれども、こういう風に、対空砲と大砲をさ、偏らせてさ、配置すごい多いじゃん。そういったところをこう、一気に削っていくみたいな、使い方できそうだなってちょっと思いましたね。はい。あとはスケルトンの呪文と違ってね、いいところはね、コウモリってやっぱり、ボムタワーは攻撃できないじゃないですか。天敵がね、多分ね、インフェロタワー、マルチと、あとウィズ島だけになると思うんで、天敵っていう点ではね、少ないと思うんで、だからこう、中心部分に、まあ、極端な例だけど、全然ね、ボムタワーとか、そういうのがないような施設で、中心部分に使用施設があるっていうような場所だったら、まあ、こんぐらい、ね、落としちゃって5体、なんか5発ぐらい落としちゃって、で、一気にね、こう、使用施設を壊していくみたいな、そういう感じ、いけるかなって思ったんですけど、ただね、ギガテスラとかに関しては、攻撃していかないんで、ギガテスラの起動には、ちょっとならないんでね、そこがちょっと難点かな、といった感じですね。ただ、こうやって見ると、はい、シングルインフェとか、今こういう風に、壊してったんで、単発の施設自体にはね、やっぱり強いんで、さっきみたいな対空砲とか大砲を、壊すっていう感じになってくんのかな。まあね、スケルトンの呪文も最初出た時は時間切れ防止用で回収用に持っていくぐらいかなっていう感じだったんですけれども、あとあとね、上手い人がこうレイジスケルトンでアチャクイしたりとか、クランジョ破壊とかね、発明してくれたんでね、上手い人に任せましょう。あとはね、タゲチラスとかに使っていく感じかな。そうですね、なのでさっき言ったようにこうなんかこうスケルトン、コウモリの呪文を出してって、で、こういう風にこう、一気にターゲットを散らしてあげて、で、シングルインフェを折っていくみたいなね、これも。ね、とりあえず、ラバが先に先行しちゃって、結構ね、シングルインフェのターゲットでバルーとかに移っちゃうってことはあるんで、それ用のこう、ターゲを少しの間でもこう、取ってもらうみたいな、そういう感じで、透明を使った方がいいのかな。でも、こういう風に、範囲攻撃の施設なくなっちゃえば、もう、コウモリの数で、めちゃくちゃ削ってんの分かります。うわ、なんか、あ、こういう感じかな。ちょっと分かんないけど。こういう感じなのかな。なんかまあ、いろいろ皆さん、出たら、模索して、使ってみてくださいよ。はい。じゃあね、最後に、どうでもいい。くだらない映像見つけたんでね。ちょっと見ていくんだけど。はい、ね。マルチインフラタワーにこうやっていくと、なんか、ビームとか出ずにインフラタワーから、コウモリたちがね、チリチリと焼かれていくっていう、そんな仕様になっております。うわ、めっちゃ落としてみよう。隣から出るんだけど、みんなマルチインフラタワーの火花。すごいすごい。あ、でも、マルチインフラタワーに対して、コウモリの呪文めっちゃ落としてったら、あ、勝つんだ勝つんだ、いや、勝っちゃうんだ。普通に、あ、すごい。全部っぱだった数のご利用しで、マルチインフラタワー、落とせちゃうんですね。リーグローも壊してったし、どう？これは壊しきれる。ああ、壊しきれなかった。だけど、マルチインフラタワーに落とすと、チリチリとコウモリ焼かれていくっていう、コウモリのね、ステータスがね、ちょっとね、見れないんですよ、今。だから、HP どれくらいなのかっていうのも気になりますよね。さあ、そして、タウンホールいくつから使えるようになるのかって言いますと、なんとタウンホール10から使えるようになります。そうですね、タウンホール9でスケルトンの呪文アンロックできてて、10でコウモリの呪文をアンロックすることができるようになりますんで、なのでこれからタウンホール10以上でコウモリをね、使った全開リプレイ、これもね、非常に気になっておりますんでね、もし対戦で、全開リプレイ生まれましたね、こちらのコウモリの呪文のいい使い方とかもね、動画で紹介していきたいなと思います。ということで、今回はですね、新闇の呪文、コウモリの呪文についてご紹介していきました。
いや本当にね、コウモリの呪文、やっぱり新しいユニットとか新しい呪文出ると本当に非常に使い方とかね、いろいろ模索したりするの非常に楽しみでございます。まああまりにも使えなかったら多分ね、仕様変更とかもひょっとしたらやってくるかもしれませんが、コウモリがね通常の村の方でも出せるっていうんでね、非常にワクワクしております。で、アップデートプレビューですね、まだまだあると思いますのでね、またこうしたね情報ね、仕入れましたら公式さんから開発ビルドをお借りしてね動画にしていきますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいましたらぜひとも登録お願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったらグッドボタンやコメント、で最後におすすめ動画も貼っておきますんで、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。